北川さん。じゃーん、水着着てきたし、ひらめいた時マジ天才ってなったからね。ちょっとどうしたの、大丈夫？そうだ、五条くん、足のサイズも測ってくんないかな。足ですか、はい、あと幅も測りましょう。椅子を持ってきます、少し待っててください。全然余裕なんだけど、イエーイ。ちょー、北川さんが汚れてしまうのでやめてください。別にいいからサクッと測ろうよ。はいいから、して。次はバスト。よ、いいよ五条くん。北川さん、なんでよ。バストってさ、自分で測るときかがむじゃん、だから五条くんがしてよ。無理です、腕きついんだけど。あ、すいません、すぐ測りますか。服をつけることだけに集中しろ。腕を下ろして視線をまっすぐにしてください。集中しろ。死にたい。じゃあさ、このままついでにアンダーとバストポイント感測っちゃわない？いや、だって俺に北川さんの乳首の位置わかるわけ。冗談だから固まんないで。ここからここまででしょ。うん、20センチでやろ。その具体的な数字にただただ真っ白になってしまいました。あとは股下でラストか。股下なら顔見ないから緊張しないで済む。今何か言いました？北川さん？顔真っ赤ですよ。嘘。部屋暑かったですか？すみません、気づかなくて。エアコン入れますね。かもね。